ユニクロプラス J、 新しく購入したアイテムの動画2500回超えました。ありがとうございます。国際スタイリングカウンセラー協会の沢木優子です。今日はこのスーピマコットンタックシャツプラス J で新しく購入したアイテムに、先日はプラス J 同士の組み合わせでお見せしたんですが、ユニクロさんの別のアイテムと合わせたコーデをご覧になっていただきたいと思います。でこれスーピマーコットンタックシャツ、それにまずはイネスの朝パンツを合わせました。このパンツも今やお値段が下がっています。私は確か3990円で買ったのですが、もう今多分2990円かな、お値段下がっているのでお買い得かと思います。すっごい履きやすいです。これもこれからね、夏のシーズン、とっても履きやすいパンツかと思います。光沢感のあるスーピマコットンシャツに、やはり光沢感がある、少し光沢感がある麻のパンツなので、私たち世代にはこの光沢感が必要ですね。ツヤ感を出してくれるコーデだと思います。今日はそれにザラのゴールドのフラットシューズと、はい、ゴールドのこんなポーチを合わせてみました。じゃあコーディネートご覧ください。さあ次はドルマンスリーブ、スーピマーコットンのドルマンスリーブシャツにユニクロ U のスカートを合わせました。これも今回のユニクロ U のスカート、そして帽子をかぶったので、この帽子のブラックとサンダルのブラックを合わせました。これ3色コーデですよね。ベージュとブラックとホワイトの3色コーデです。ご覧ください。次はラップスカート、ラップスカートにイネスの 3D のトリコロールニットを合わせました。このラップスカートですね、前回買ったイネスのトリコロール 3D ニットです。シューズはこのゴールドのザラのフラットシューズにゴールドの大きめのバッグを合わせました。花粉もひどいので伊達メガネです。もう完全伊達メガネなんですが、はい、ではコーデ全身ご覧ください。このラップスカートすごいトラッドっぽくカジュアルにも着られるし、トップスによってはモードな感じにもなるので、いろいろコーデの幅が広いスカートだと思います。はい、最後は
セルビッチデニムです。セルビッチデニムにユニクロ U のシースルーのシャツを合わせました。これロング丈なんですけど、ここでウエストのところで丈を絞ってます。結んでるだけです。でそうするとウエストラインがしっかりと出てリボンのような形に見えないですか。そしてセルビッチデニムも裾を大きく折り返してみました。赤耳がしっかり見えるんですね。はい、このように赤耳をしっかり見せて、で大きめのシャツをフロントでグッと結んだだけです。ちょっと大人カジュアルな感じにコーデしてみました。全身見てください。2021SS で購入したものを今期ユニクロさんで購入したユニクロ U とイネスの商品と合わせてみました。もし同じものをお買い求めになった方がご参考にしていただければ嬉しいです。今回はユニクロさんだけでコーディネートしてみましたが、次回は自分の手持ちのものともコーデしてご覧になっていただきたいと思います。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、ファッションを賢く買って楽しもう。アラカンスタイリストでした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録もお待ちいたしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。